はい、皆さんこんにちは。今こちらね、南紀ゴイギア通りをね走っております。これから会社の昼休みね、3区の方に向かいまして、お昼ご飯をね食べたいと思っております。今日はね、前ね行ったんですけど、美味しいフーティウ屋さんがございましてね、フーティウ南蛮、そちらをね昼ご飯に食べたいと思っております。ホーチミン、とてもね暑くなっております。私、汗が目立つ青いシャツをねなぜか着てきてしまいました。汗じみが半端ない。それでもね熱い麺食べます。勘弁してください。それではね行きましょう。前行ったらね非常に混んでたんですよね。はい、到着しました。こちらですね。あ、意外と空いてますね。よかった。タイプになります。これ見てくださいよ皆さん、このエビ2匹でかでか。あとこのレバーとか心臓とかのこの内臓くんたち、そしてこのうずら豚肉でニンニクを揚げたやつ、そしてこの麺ね、ここね前来たんですけどね、めちゃめちゃ美味しかった。最高。そしてこのね、パクチーとか草ね、これはもうね、たっぷりと入れます。ここにね、ペコペコです。いただきましょう。はい、それではね、このね、草入れていきましょう。春菊くんとかね、いろいろございます。私はね、このままね、全部入れてたんですけど、ベトナム人の人に、いやいやいや、葉っぱだけ入れて食べなよって言われまして、今日はそうします。私はね、犬じゃないんでね。前も言ったんですけどね、本当に最近ね、このパクチー食べれるようになりましたね。以前はもう大嫌いでね、食べなかったんですけど、今はね、いつの間にかね、食べれるようになりまして、こんな美味しかったのか、みたいなね、おっさんになったのかな。このもやしですね。もやし好きなんで、もう庶民の味方ですよね、もやしはね。安くて、このねニラくんも一緒に入れましょう。すごい、すごい大変なことになりました。この中は満杯です。かき混ぜて、かき混ぜて、このスーパーの買い物袋から出てるこのフランスパン並みにこれニラが出てますよ。これそうないですよ、こんなに出るのは。へし折りましょう。すまん、ちょっとすごいわこれ。ちょっと満杯になってますけどね。スープいただきます。もうね、本当にうまい、バカうま。スープもね、甘みがあって非常に美味しいです。最高。麺ね、ちょっと時間が経ちすぎてしまって多少ね、シコシコ感がなくなってるんですけど、それでもうまい。ライムございますのでね、
ちょっとさ今日はね最初から絞っちゃいます。こんな感じで皆さん、ニンニク刻んだやつですね。はい、こちらもニンニクすごいです。入れちゃってください。ガバガバ、この心臓、うん、最高。うん、コリコリしてうまいよ。でこちら春菊とニラね、もう麺料理じゃないです、草です。いただきます。この春菊独特のこの爽快感、なんか今口から出ましたけどね、関係ない。あとね、皆さんこれエビね、大きいんですよこれ、本当に。しかも2匹入ってますからね、なかなかないですよ、高級屋さんで2匹は。いただきます。ここね、前行った時食べた時もすごい新鮮な感じでね、頭までいけたので食べます。うん、お店によってはね、エビがこう、あれこれちょっと昨日のやつかっていうぐらいね、生臭かったりとか、これ食べたら払いたくなるなっていうねものもあるんですけど、ここはね新鮮、美味しい。うん、で皆さん、ヌクマン、ちょっとこれなんか色がちょっと濁ってますね。うわー、これちょっとあれだな、匂いがすごいな。これはいらない、ちょっとすごい。高級屋さんってホーチミン市内ほんといっぱいありまして、フーティューナンバン、まあカンボジアから来たとされているこのフーティューですね、街中にいっぱいあるんですけども、やっぱスープの味がね、こうやっぱり各店違ったりして、自分に合うところを探すのがね難しいんですけど、ここはねもうスープ本当にうまいです。ここはね本当に何だろう、まあ今日もそうですけどね、やっぱりまた来たくなる味ですね。でね、具がいっぱい入ってるんですよ、こんな感じで、すごいですよ。もうザリガニ釣りみたいにこんなレバーがついていくことないじゃないですか、人生で。これぐらいねこの店はやっちゃいますよ。私がね好きなフーティューのスープの味は、甘みがあって、でニンニク揚げたやつがこうバッて入ってる、このパンチの効いたね味が好きなんですけど、うん、ここはねもうドンピシャです、私の好み。もう皆さんもう貧血知らず、もうすごいですもん、レバー。ここのお店はね、まあ、あの食べなくて通る時とか、あと前来て食べた時とかもものすごい混んでるんですよ。今日はね、まあ、時間もそうかもしれないですけど空いてますね、ラッキーでしたね。なんだこの曲は、おいカラオケか、ベトナムあるあるです。どこからともなくこういう伝統的な音楽が流れてくるんで、エビ2本目いただきます。今日はねあまりお客さん周りいないんで、ね、飲み干します。やっぱりあんまりほらお客さん周りにいると、こいつ飲み干したよっていう目で見られる時があるもんね。そこまで私野良犬ね落ちぶれてないんで、多少のプライドはありますよ、残すぐらい。うん、うまい。これでいただきますよ。美味しゅうございます。本当に美味しい。ごちそうさまでした。飲み干しました、周りいないんで。美味しかった、いや美味しかったじゃないな、これ美味しゅうございました。お会計しましょう。フィッシャー朝子です。はい、今お会計いたしました。一杯ね6万ドンでした。大体ねこういうお店に入るとね、まあそうですね5万5000とか6万ドンの間かな。安いところに行くと、まあ、4万5000ドンありますけど、これだけ具が入って
まあ、これだけ美味しいんでね、 OK です。最高に美味しかった。はい、あとこちらはね、フーティーと言いますと、汁ありとあと汁なしございますのでね、今回まあ私汁あり飲みましたけれども、汁なしでもね十分美味しいです。自分でねタレ作ってね食べれますので、はい、ということでね、会社戻りましょう。ここ意外と遠いのよ、会社から間違いなく遅れます。部長言及しないでください。行きましょう。ですよ皆さん。よし、でね、オッケー。ここにこんな大きなゴールデンレトリバー君がね、いつも寝てます。彼はいつもね、とても可愛いですね。彼はね、いつもね、あのね、食べ物をあげるんでね、彼は僕の顔を覚えてるんですよ。このおっさんの顔、よし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 、このね、よし、 OK、 待て、はい、待たないよこの子は。そしてすぐ去るね、これね、はい、わかります。僕もそうです。動物にね、あの、期待しちゃダメですよ皆さん。無限の愛を与えないと、やっぱりね。ランチが終わってるかな。ここはあの、自分でねオーダーしに行くところなのでね、こんな感じでメニューになっております。月火水木金ですね。今日はね、ちなみに火曜日なので、こちらですね、私頼んだのはこの魚の煮付けっぽいのをね頼みました。69,000円。これにドリンクがね一つついてきます。はい、いや、カモン。ちなみにね、こんな感じでカフェにもなってるんでね、こちらでコーヒーも頼めます。はい、それではね、注文したので待ちましょうか。先にこの、皆さん、おしゃれな飲み物、これが到着しましたよ。これね、皆さん、ザクロじゃないですよ、スイカです。はい。正直ね、微妙です。ただ、他のジュースも頼めるんですけど、そちらも微妙なので、チョイスがない。いただきましょう。本当にスイカって感じですね。特に皮の部分。はい。はい、到着しました。これね、魚の煮付けセットですね。この魚はね、何かわからない、でも美味しいです。何度か食べてください。で、ご飯とこのインゲンの炒め物スープですね、こちらとあとドリンクがついて69,000円ですね。まあ、ちょっと正直ね、普通のぶっかけ飯屋さんに比べれば高いですね、こういう場所なんで。ただね、あの、涼しくてゆっくりできるんでね、こちらの方をたまに来て食べてます。それではいただきましょう。これ、この照り見てください皆さん、これでもご飯3杯は食べれますね、間違いなく。これね、日本人大好きな味付けですよ、これ最高っす。これってやっぱ飯ですよ。いただきます。最高。ちょっと浸しちゃおう。まずいわけないですよね。見てくださいよこれ。この魚何かな。もうアジとサンマぐらいしか分かんないから。このね、付け合わせの野菜もまたいいんですよ。これスープね。これ何ですか、これ冬瓜って言うんですかね。
結構ベトナムではポピュラーなスープです。うまい。この煮付け食べるとね、本当に日本を思い出しますね。味付けが本当に甘辛でね、日本の魚の煮付けと同じなんでね、いいんですよ。まあ皆さん見ての通り、もう一品じゃね足りないんですよ本当はね。あの激怒したいところを抑えながら今食レポしてます本当。ただねこういうものなので、ベトナムはですねこういうところじゃなくても、そのあのオープンエアのカフェですね、地元のカフェでもこういうあのカンバンパンって言うんですけど、オフィスのご飯ですね、オフィス飯っていうのを出してて、こういうあの魚とかお肉とかね野菜とかこういうのを一つのセットにしてね、お昼時は販売しています。もっとね安いですね、まあ、3万ドンとか3万5千ドンとかで、ワンセット販売して、それでプラスまあ皆さんコーヒーオーダーしたりとかしてるのが多いかなっていう感じですね。なのでね、お昼休みにこういうところで食べるのって意外とねポピュラーなんですよ。日本だとね、なんかこう、まあ、作ってきたりとかコンビニ弁当を食べたりとかするかもしれないんですけど、比較的ねあのこうリーズナブルにねこういうところで食べれたりするんで、非常にそれは便利です。はい、これもう浴びたいね、この黄身に輝くこのタレ。なんでここはねそこまでね取れ高ないんですよ。なぜかっていうと一品なんでね。なので前にここでね食べに来た時に撮った動画もあるんでね、それをどうぞ。ハロー、はい到着しました。これね鶏肉素揚げヌクマムテイスト。私はあのガーチンヌクマムって言って、ヌクマムで味付けされた鶏の唐揚げをね頼んだんですけれども、これ手羽じゃなくてあれですね、鶏のももですね、大きい。で卵焼き、卵焼き目玉焼きだよ。あとチャーハンですね。これで、6万9000ドンですね、だいたい、340円ぐらいになります。最高、いただきましょう。この筋肉質にあふれるこの鶏肉くん最高。タレがまたうまそう、浴びてもらいましょう。それではいただきます。まずねここねチャーハンがうまいんですよ。これいただきます。うん、うまっ。これ最高。やっぱり皆さんこのメインのね鶏肉ですよね、柔らかい。いただきます。本当に柔らかいな。いただきます。うまいね、うん、これそのまま かぶりつきたいな。このソースがうまいわ。うん、玉ねぎテイストのソースになってます。これは飯が進むわ。うん、あとねこれめちゃめちゃボリュームありますよ本当、うん、私食べてまあ腹6分目か7分目ぐらいかな。うん、サラダ草がねついてます。ちょっとしたねサイゼですね、うん、ご飯料理だけじゃなくて麺料理も置いております。大体ね、まあ、6万5千から7万のぐらいですかねになって、ちょっとねまあホテルの中にあるんで高めなんですけど、それでもすごく綺麗で、うん、コーヒーも美味しくて飯も美味しいですからいいです。ここはね店員さんがめちゃめちゃ多いです。こんなにいるかっていうね、まあ、ベトナムあるあるなんですけど、ここはね特に人が多い。ここはランチの時はあのオフィスワーカーの人にね結構混んだりするんですけど、もちろんね一人で入っても全然問題ないです。私みたいな野良犬時代独身野郎、うん、問題ない。他にもね一人でね食べてる方いっぱいいますから。
はい、ということでね、ごちそうさまでした。うん、ボリュームもあってね、鶏も柔らかくて美味しかった。はい、ちょっともうあれかな、身がないな。このなんかすごい好きな人は好きな、このドロドロした部分は残ってますね。僕ね、苦手なんですよね。コラーゲンか何かすごいいいって言いますもんね、ここね。ちょっと難しいな、これはな。なんか今日身が少なくないかな、シェフ。ただでさえもう一品でこれ食べてるんだから、シェフ頼むよ、マジで。ちょっとシェフ呼んでくんねえな。僕ぐらいになったらね、この汁でね、ご飯食えますからね。いや、本当にちょっとあれだな、身がないな、今日。遅く来たからか。でかい身は他のお客さんのところに行ったかな。大変なことが起きますね、これね。お昼からの仕事、全然力出ないよ、これ。部長、すいません、ちょっと。いつもよりも仕事遅くなるんで。こういうところで本当にゆっくりね、昼ご飯食べて、コーヒー飲むっていうのもいいですからね。日本で昼飯食べてた時なんて自炊もしてたし、あとまあコンビニに行って買ってオフィスで食べて、なんかすぐ仕事戻りますみたいなね、そういう生活を送ってたんで。いやいやいや、僕もセレブになったな。もうね、食べて終わらせます。美味しゅうございました。全然足りないんですけど、ありがとう。忘れてましたよ、スープ。これもううまいのよ。味付けがね、本当にスープ最高。あんまりね、ベトナムのこういう定食屋さんとかカフェでの飯でスープ外すことはまずないですね。だいたい美味しいです。たまになんか紫色のすごい色のねスープが出てくる時あるんですけど、あれはねもう食べれない。はい、ということでね、ごちそうさまでした。先ほども言ったようにね、こちらのワンセット6万9000ドルになっております。はい、もう乙女ですよ、本当に。やっぱでもこれスイカジュースっていうよりかはこのスイカの皮ジュースですね。これ飲んでオフィス戻りましょう。